されているんでしょうか。そこもいいですよ。ウェットフードじゃなくてドライフードがお好きなんですね。よく寝てよく食べる、きっとストレスも少ないんでしょうね。ラブリー、ラブリー、正直だよ。やってほしいことがあるということを聞いてくれるまで、ラブリー、訴え続けます。あ、ニャンニャンベベ。深夜3時、ニャンニャン、しきりに訴えてます。深夜だろうと相手が寝ていようと構いなし、いい性格してるわ。何なんだぜ。なんか大変って思うことは全然なくて、長生きしてくれてるから、なんか全部答えてあげたいなっていう気持ち、なんか一生懸命話してるような気がするので、そろそろ人間の言葉を喋ってもいいんじゃないかとかって言うんですけど、喋りません。何なんだぜ、いいよな。そんなナナさんには大好物があるそうです。何かというと、おいしそう、ベベ。ホタテです。ホタテだって、ベベ。21年毎日食べてます。何でもホタテにはある人の思いが込められているんだとか。ベベ、ナナさんを溺愛していた武田さんのお父さん、21年前つまみのホタテをあげたところ、ナナさん大興奮。俺が食べると思ってナナにホタテを買ってやってくれ、そう言い残したそうです。それ以来ナナさんの食事はほとんどホタテ。さっきのドライフードはおやつだったんですね。ナナはもうホタテでできてるぐらいホタテを食べてます。22歳でこんなに食べ元気がいいのはホタテパワーのおかげですかね。ナナさん、これからもどうぞお元気で。終わり、終わり。そしてさらなるご登場を絶賛取材中。モフモフモフ、思わずいいねしちゃいたくなるモフモフたちを紹介します。